こんばんは。皆様こんばんはです。月曜日です。知らん、ささみステーキの焼き鳥。今日は圧倒的つまみがうまそうなんで勝てます。はい、ああうまい。うん、地蔵。よしよしよし、最後に来た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 ぞ。これマンツモトップだね。マンツモなんていらないね。耐えた先に待ってるんだわ。何切ったらいいんだこれ、ほんと待って3品でいいか。3品つも切りだな。これウーソーポンとかありそうじゃね。いやーこれはね、やおらない方がいいと思う。いや今のポンラグだったら漏れなくしだな。これはやおらない方がいいと思う。もう直球待たせたな。おぉクソゲーがマジで本当に。この局面どんだけ大事か分かってねえんだよな、バカヨスターがマジで。ふざけやがって。オッケー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 。で、でもこれさ、8000円あるんだよな。マジでこれ。勝った。ダマで8000円だ。はい、定期人がスパチャ読んでる時にリーツんだめよ、マジで。あーい話聞いてるんだな、お前な。雪乃さん、残忍スーパーチャットありがとうございます。ナイスパーです。上がってこいよ。ぶっ飛ばすわ、全員。サブローマンから引け。現張り。現張り8000、ゲームイズオーバー。怖い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 。怖いんだが、ローソン地味に怖えんだけど俺。ドラが嘘だから357からのね、六冠ローソンとかね、あるからね。うん、ああ。知らん！いやー、サブローマンから引けば勝ちなんだが、こんなの。ウッパーソー取ってる。リアムソーはマジで取ってない。ほらーほわーっねえ、カンローソーカンローソーほーすーやったー気持ちいいこういうの気持ちいいねーだがしかし3着打ったらラスでーす。危ねえ、マジで。ほんとになんで開幕オープニングゲームから地蔵なんで、クソゲーが面白くない。あれやっぱ、ああいうビタ止めをこう、ちゃんたまにはね、ちょっとうまいとこも見せとかないとね、マジ。いつまでもフリテン地獄短期とかやってたら、マジでこいつ頭おかしいだろって思われるから。ん？まあ、リーズもダブトン赤でも上等だけどな。うん、ポン予約する。まあ、2枚目のトーンはしょうがねえっつって泣くかな。ちょっと待って、これ本一ある。そう、うん、ポン脳筋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 パラダイス。あの高い、場に高いとかマジで関係ないから。脳筋パラダイス、もう赤馬切ろ、怖いから。いらん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 、つって赤馬は切らない方が良かったと思うよ赤馬は切らない方が良かったと思うよ。うん、ゴッパーの道閉ざされたからね、これで。お前ほんと脳筋だな。マジでこいつ1万2000しか。あ、強っ。勝ったわ。これは勝ったわ。そうそうそう。こんなね、こんな赤ウーマンにね、未練を残してるようじゃまだまだなんだよ。チーうん !1 万2000転売。そっか、俺まだピンズ余ってねえのか。これピンズ引かなきゃ上がれるまで。ロン!1万1700。大愛。あれ？あ、そっか。チョンボした。ごめんなさい。そうか、出上がりが600なのか。どっちでもいいわ。マジで何にでもなる。はい。ダマスパ。ダマなの。ああ、これはね、これは、リャンメンリャンメンなんで、ペン3枚払いますと思うじゃん。こっちなんだよね。はい。アメンじゃん。ありがとう。
マジで無理だけはしないでね。なるほどね。こういう毛がある場合は、あれ今のね、吐く統一落とししたほうがよかった。吐く統一して、統一落とししてたら今頃てん、しゃべんな。マンズ高えなぁ、ダマだわ。イッチドラが2枚ある役なしなんでダマです。明日試験頑張って、ナイスパです。ありがとう、スージー。違う、8000。勝ったわ。設定6です。黙り黙りって、だって条件なんだよ。リーチ一発もダマで24000あるんでしょ。クソゲーじゃん。リーチ一発もダマ。頭悪そう、マジで。リーチ一発もダマ。やばいやばいやばい、ごめん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 。ローソー穴効果、あー伸ばして、めっちゃ伸ばしてこれ。うるせえ、伸ばしてーな。超伸ばしてー。それ3色だ。あ、ゴロチ、あー、いらない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 、ゴロチよりも、あー、まあ、これはチーだな。これはね、これはね、スルーするの。これはね、パワーではない。やはり相手の思うがままにさせないということもパワーの一部ね。ああ、ああ、待ってくれ。ええー。あ、そう。いや、違う、これはね、あの、ひよってない。これは8000狙ってるから、俺。赤ウーソンにくっつける。あ、喋んな。これでどうぞ山崎55年買って飲んでください。ナイスパーです。100均行って山崎55年買ってきます。よし、テンパイ。これがパワーなんで、俺見えてるから結局、うん。でこれ、3層折り打ちあります。はい、3層、ダブルワンチャンスだね。当たんねえわこんなの、やめろ。よし、3層折り打ちあるよ。ロン勝った。666、六角六角、勝った勝った勝った。黙りいい判、じゃあ黙りいい判、あのオープンみたいな扱いだから。あー、勝ったな、マジで。何もやることねえわ今日、強すぎて。あー、ダマだな。イチトップ目で役割なんでダマです。はい、絶対ダマの方がいい。あの危険牌持ってきた時に降りれるからダマにした方が。はあ、楽しい今日の麻雀。第1章 P だね。第1章 P、 第2章 O で5章まであるから。もちもちか。それ仕掛けんの、対面怖えな。9万って引いてこい。ドラ受けいらん。カスアンコだね。ホンローチート。あ、いや、いらん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 。いや、一応、でもどうしよう、まあ、スランコもあるんだよな。こんな、リーズも三色、ドライチなんかいらねえんだ、ゴミが。おおわわわわ、熱っ、熱い、喋んな。トイメンは9万、あー、しょうがないからチンで我慢します。うん、休めで我慢する。おお、ちょっと小箱を読んできて。ウッパーマン、受け入れ死ぬほど広い、これ。なんだこれ。一数値ウッパー、一数値ウッパー、9以外全部テンパイ、多分これ。9はテンパイか、テンパイじゃない、9はテンパイじゃない。え、じゃあ9テンパイだ、全部テンパイだ、これ9もテンパイ。マンズ、早くマンズ引いてこい、マジでなあ。全部テンパイなんだが、何引いてもテンパイだよこれ、何引いてもテンパイだよ。まあ、チーテンなんか取らねえかんな、こんなの。面前でぶっころリーチだよこんなの。早くしろ。
チーマン引いたらなんだこれ。おお、マジで言ってんの？マンズの在庫なくなったんか？どっち待って、待って、待って、うん、チーだな、多分チーの方がいい。あ、パーマもあるか。はい。テンプなんだかよく分かんなかった。いやー、あんなことあるんか。真ん中強し役満。あれ待って、誰こういうことする。マジで分かんなくなる。なんだこれ。どれ、待って分からない。バカ分かんなくなるから。ドゥルンっつって。あったまるん。トーンはトーンないね。視聴者殺し。視聴者殺し。あ、これポンして。いや、しないんだよね。わかんな、なにこれ、どういう状況。ナンシャンテンだよ。待て。え、ポンなんだけど、イーシャンテンこれ。待て。そうだね。チー。俺これ知らないんだけど、同杯するときってこのまま倒れんの？ちゃんとね、ちゃんとリーパイしないと相手に失礼だから、ちゃんとリーパイしとくわ。やべえ。あー、同杯させてほしかったな。それ綺麗に見えるだけ。ペーで挟む。俺今一瞬バグったかと思った、このゲーム。なんでリーパイしねえんだよって思った。あ、真ん中強い、当てん方だった。チーホーだった、見逃した。ああ、マジでこの見逃しは痛いわ。え、ちょっと待って、一回ちょっと整列。しゃべんな、絶対真ん中に来ちゃうから。もうだから、あっ、だから多分次出る麻雀アプリの自動リーパーになったら、もう多分チュンはおのずと真ん中に来るようにプログラムされるから、多分通るんじゃねっつって。おい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 、ラスメ、待って、1500だから、3本5本足らない。おや、大三元。え、ああ、こういう時こそお前真ん中強者だよ。今お前がチュンを迎え入れるように俺は自動リーパイを切っておく。ああ、誘惑。めっちゃ誘惑じゃんそれ。まあでも、ハクを泣いた後でも別にチューンは引き入れることができるので、設定6の場合は。これ、勝ったな。喋んな、やべえ、マジで。ほんと、ふざけんな、あいつ。第三元数暗号だ。渡せたな。おぉ、ちあるな。めっちゃある、これ。お前ここな。お前ここ。お前の席ここだから。ちょっと待って、これ。ちょっと待って、ポンテン。待って、お前、これ、ああ、チューン切れた。で、2枚切れちゃったらもうやめる。2枚切れちゃったらもうしょうがねえから1万2000のトップでいいよってなる。うん。ただ2枚目が切れるまでは、俺は追うぞ。マジで。今日は勝つんで。あー、誰？積もられは漏れなくラスなんですが。お前3900以上で頼む。メン、リーチ、裏って、え？だからさあなあ、お地蔵じゃん、もう嫌いなんだが、マジで勝手にやってろよ、もう面白くねえな。なんで裏乗っけないの。乗っけようと思えば乗っけられるんだろ、裏なんか別によ。なんで乗っけねえんだよ。最後チュンいた、また地蔵ラスだよ。本当に面白くねえな。いるんだが、履いてマジで結構ドラマあったんじゃないのこれ。でも内容は悪くない。しょうがねえよ。地蔵はマジでしょうがない。ヨースターの仕様だから。うん、1日1回は地蔵引くようになってくから、もうしょうがない。これもヨースターの仕様、マジで早くこのバグを直せ。リーチ。
一発で行けば3000円のせい。あお前のそういうわけのわからない選択がこういうわけのわからない月末を生むんだよ。バカ野郎。あーっしゃー